このような時期にね、2025年のあるべき姿、あるいは医療の提供の仕方、これを語り合ってみんなと議論をしていくのは大変楽しみです。でこんな時だからこそこの会を開いてみんなとやれることを楽しみにしております。いいことだと思いますので、よろしくお願いします。我々の仕事はね、医療介護福祉というのはやはり人の役に立ちたい、やっぱり我々はなぜこの職業を選んだかということをご参加いただければと思いますね。介護事業者の皆さん、今回のインテックス大阪ではコロナ対策商品やサービスがたくさん出展をされます。私も感染対策をしながらぜひこの会場でいろいろなアイデアや商品を手に入れたいと思ってます。ぜひ皆さんのご来場お待ちしております。